はい、こんにちは、コメです。今回は新しいテントのレビュー動画になります。今回レビューするテントがこちらですね。パーミットシェルターというテントで、ハイドアウトという、ガレージブランドさんのパップテントになりますね。こちらのテント僕何度か使用してみたんですけど、とても使いやすくてかっこよくて面白いテントなのでね、今回初めてね YouTube の方には出させていただくんですけど、今回はねこちらの紹介の方をしていきたいと思います。今はもうテントの方は組み上げてるんですけど、一体どういうテントかっていうのの紹介をまずした後に、設営動画の方をその後にねやりたいと思います。今回紹介するハイドアウトさんのブランドなんですけど、このハーミットシェルター以外にも他にもコットや巻きバサミなど、これからもいろいろなギアを製作するということなので、この動画の概要欄にハイドアウトさんのインスタグラムのアカウントを載せておくので、興味のある方はそちらもチェックお願いします。それでは、紹介の方していきます。このテントの外観の方をざっくりと説明したいんですけど、こんな感じですね。パップテントのちょっと大きいバージョンなんですよね。パップテントっていうと皆さんソロベースが一番有名だとは思うんですけど、こちら前幕あるタイプだとソロベース EX になるんですけど、ソロベース EX よりは一回り大きいようなサイズ感になっていますね。ソロベース EX とかと違うのがベンチレーションがついていて、マジックテープで簡単に取り付けができるパーツを使ってここを固定することで、ここですね、ここがメッシュになっているので、まあ、ここでね換気ができるっていうのもありますね。内側のベンチレーションなんですけど、チャックがあるのでこれを開けるとこんな風に、ね、こうやってここがメッシュですね。このメッシュはもうチャックとかないので、これは開けるとかできないんですけど、換気ができるっていう感じですね。この垂れたやつはここにもね絞るやつがあるので丸めてね、こっちにもこういう輪っかがあるのでね丸めて、この泥コートで絞ることができるようになっています。こういう感じになっていて、このテントの大きい特徴なんですけど、これ何か分かりますか？マジックテープを開けるとこんな感じでね、これ分かりますか？煙突穴なんですよ。付属の耐熱布の取り付けの方をすると、まあ、煙突の方もね出せるっていうのがね大きな特徴ではありますね。蓋のところはくるくる丸めて簡単にこのドローコードの方で絞ることができるので、薪ストーブも楽しむことができるという感じですね。こちらにハイドアウトさんのロゴとハーミットシェルターという文字になってますね。テントの生地としてはすごいミリタリー感のあるオリーブで、すごいかっこいい僕好みの色ですね。全部のところにこういうスカートがついてるんですけど、このスカートの生地も本体と同じ TC の素材になっていますね。スカートなんですけど、こういうね輪っかがついているので、スカート垂らしたくないときは、夏とかねもっと風通しよくしたいときはこいつを巻いて、この輪っかとねこっちにドローコードの方があるので絞ることができるようになっていますね。スカートは全部がこういうね輪っかがついているので、ペグをね止めて全部ピンってねスカートも貼ることができるようになっています。この前幕があるのでいろんなパターンができるんですね。完全に閉まった状態だと今こんなような感じですね。これ開けてみますね。こんな感じですね。前幕を開けるとこのような感じになっていますね。履いてみますね。あとこっちなんですけど、最初から雨よけ用の防水キャップっていうのがテント生地とガイロープでも固定されているので、ソロベースとかだと雨蓋のねこのキャップが単体であるのでなくす心配もなくつけれるっていう感じになっていますね。あとチャックは YKK ではなくて SBS のものになっていますね。滑らかに動くので全然いい感じですね。こちらのテントなんですけど、入り口がこの前側だけじゃなくて、こっちのね斜めのところも開けることができるので、ここですね、ここもチャックがあるので、こう開けてここにもチャックがあるので、開けるとねここを入り口とすることもできるんですね。サイドウォールの方もファスナーでね取り外すことができるので、もうここを取り除くこともできますね。いつもはねこっちをだいたい出入り口にすると思うんですけど、まあこちらを入り口にするよっていうこともできるという感じですね。これは右左も同じような感じですね。この上の方はくるくる丸めてね、あそこで縛ることができるような感じになっていますね。この前幕の方をこういうねさらに跳ね上げをしてね、サブポールの方は別売りの方を自分で用意しなきゃいけないんですけど、さらにサブポールを加えることによってタープ部分もね付け加えるような立て方も楽しめますね。そういったわけでこのテント一つだけでいろんなスタイルのキャンプが楽しめるっていうのが、まあ、最大の特徴ですね。はい、せっかくなのでねサブポールの方を使ってねこう跳ね上げの方をね前幕してみました。どうですか？これだいぶ広くなりましたね。これでこんな感じですね。だいぶかっこよくないですかこれ。で、寝るときはこの前幕のところをこうね下ろして、おこもりもできるよっていう感じですね。これなかなかかっこよくないですか。本当にソロベース EX とダックノットのハンティングヘキサ TC の中間ぐらいのサイズっていう感じですね。いろんな使い方ができそうですね。
跳ね上げする時の注意点なんですけど、この跳ね上げする時のこのガイロープはあのテントの方にね付属してるんですけど、前幕の跳ね上げ用のサブポールの方はあのこちら別売りになるので、こちらは自分で用意する必要がありますね。ガイロープの方はもう最初からねテントにね付属してあります。サブポール用のやつが三角形の最近流行りの自在金具の赤色ですね。で、こちらのコードの方は緑のだいぶしっかりした感じにはなっていますね。でメインポールの方は赤色のよくあるオーソドックスなアルミの自在金具ですね。これが長いロープに2つねこういう風につながってるような感じですね。はい、では設営の方をね、やっていきたいと思います。こっちがまずあの最初の状態なんですけど、ここにねあのロゴがあって、ここがね取っ手がついててこういう風に持てるような感じになってますね。でこっちにこういう風にねバックルがついてて、まあ、収納した後にこういうバックルでこうねちっちゃくできるようなこういう工夫がされている感じですね。なので開けるときはここを開けて、出入り口がこっちの方になっているので、まあ、こっちの方をねコードを開けるとこうやってね簡単に出せるようになってますね。よいしょよいしょよいしょ。まず付属品の説明なんですけど、こちらがテントの本体と、こっちがインナーのメッシュですね。とこっちがメインポールが2本とサブポールが2本ですね。であとメインポールを立てるためのガイロープが2個とサブポール用のガイロープが4つですね。であとこちらが煙突ガード用の耐熱布が、2枚入ってますね。であとはベンチレーション用のパーツになりますね。あとはペグですね。ペグはスチールのペグなんですけど、まあだいぶ太くてしっかりしたような感じですね。簡単には曲がったりはしないかなというような感じですね。今までも何回か使用してるんですけど、特に曲がったりとかそういうことはないですね。まあこんな感じですね。では早速テントの設営の方をやっていきます。テントの立てる手順としては、まずテントを広げてメインポールの方をガイロープで固定を2本して、メインポールを固定してから周りをペグダウンしていくような流れになりますね。基本的なパップテントの設営方法と一緒ですね。やっていきます。こちらメインポールになるんですけど、ポールはこのようにショックコードがあるので簡単にね組み立てれる感じですね。先っちょはザラザラの加工がされているので滑りにくく抜けにくいような感じになってますね。はい、メインポールを立てて、サブポール立てる、ここまではできました。単純なパップテントと立て方はほぼ同じなので、そんな時間かかんないですね。慣れれば10分ぐらいとかで全然もういけちゃうと思います。前幕もねここで簡単にチャックでつけれるようになっているので、せっかくなので最初のこの跳ね上げのところまでやりたいと思います。あとは前幕をねこのチャックのところでつけるだけですね。はい、前幕も取り付け完了してこんな感じですね。収納の時にこの前幕もセットにしとけばこの作業はなくなるので、全部でも10分ぐらいでできるんじゃないかなという感じですね。というわけなので、まあ、設営は一人でも簡単にできるという感じですね。はい、以上でこちらハーミットシェルターのレビュー動画の方は終わりとなります。いかがだったでしょうか。今回このテントを使って実際にねキャンプの方をしているので、どういうレイアウトでどういう風にねキャンプしているかっていうのはね次回の動画で紹介しようと思いますので、そちらの方もよかったらチェックの方よろしくお願いします。この動画が良いと思っていただけた方はチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。インスタグラムも毎日更新の方していますので、そちらの方もチェックしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。